きチャンネル。しょっ。こんにちは。さあ第4弾。はい。ね、高卒大と社会人、はい、どこがいいのかを調べるっていうことで、はい、今回はですね、はい、日本代表になるためにはどこ出身がいいのかっていう。あります、そんな。あるかもわかんないじゃないですか。まあ見てみないとわかんないですね。調べてみないとね。みんなね、高卒とかあり得るかもしれないですからね。うん、しかもよ、はい、だから今回は、うん、WBC とオリンピックのみの代表メンバーから読み解く、はい、だからあのね、あのドラフトの時も、うん、オリンピックと WBC だけだったんで、はい、評価基準だから、そこをだから2000年から、はい、だからシドニーから、うん、東京オリンピックまでだから WBC が6、9、13、17、4回だから全部8回の日本代表を調べて、はい、うん、どこ出身がなりやすいかっていうね、はい、大事じゃん、日本代表になりたいでしょ。それは一番なりたいんじゃない。どうなんでしょうね。タイトルの方が嬉しいですか、でも代表も嬉しくないですか。うん、やっぱ、まあ、どっちも嬉しいよね。でもやっぱりどこがなりやすいか知りたいよ。知りたいですね、はい、それを調べようということで、はい、まずはじゃあ昔からいこう、はい、2000年、2000年シドニーオリンピック、はい、シドニーオリンピックは、うん、プロアマ混合だったんで、はい、だからプロは 1,2,3,4,5,6,7,8 人出てます。でも見て、はい、アマチュアの時の赤星出てんの、ね、JR志向、あとこの広瀬ちゃん、これ、はい、広島で、あとはこの沖原さんもその後阪神入ってるし、はい、で松中さんは大栄かで、野田、うん、安倍晋之助、あ、野田も西武入った安倍晋之助でしょ、はい、でピッチャーも杉内、うん、まあ、ソフトバンクで、山田明智がソフトバンク、石川、うん、ヤクルト、はい、でこの吉見、うん、これ横浜で、俊ちゃん、はい、ロッテ、だから後のプロに入る選手たちもいっぱい選ばれてる。でこの時ってなんでこうプロアマ混ぜてたんですか。シドニーからプロが入るようになったの、はい、でアテネからも完全プロになった。それまではもうアマチュアの祭典みたいな、はい、うん、野球とかね、はい、そのオリンピックはみたいな、うんうんうん、だから2000年からプロアマ混合で出たんだ。はあ。じゃあ2004年、はい、アテネ、はい、アテネからみんなプロで、アテネみんなプロ、はい、でも大卒少ないね。あ、少ない。社会人出身の方めっちゃ多いですか。多い多い多い。だって大卒は和田、うん、上原さん、はい、で黒田さんと高橋由伸さんしかいない。だ24人メンバーで大卒4人しかいない。社会人 1,2,3,4,5,6,7,8,10 人もいる。ピッチャーなんてほぼ社会人よ。ピッチャーで高卒、松坂、岩隈、石井宏俊、番長、三浦さん、へえ。まあでも 4,4 かで、キャッチャーが高卒、城島と相川、はい、社会人多いね。え、めっちゃ多い。ガッツさん、宮本慎也さん、藤本、和田さん、村松さん、うん、谷さん、福留、うん、社会人多いね。なんかタイトルだけで見たら社会人あんまりいなかったのにね。はい、でもそうですね、夢あるね。夢ありますね、うん、はい、じゃあ次、まあ、オリンピック全部見ようか。じゃあ2008年北京、おらららら、一気に社会人いなくなる。こんな変わります。3人、誰ですか。杉内、はい、宮本慎也さん、はい、と岩瀬さん、3人一気に大卒が盛り返してくるよ、はい、だからキャッチャー全員大卒よ。新之助と俺と矢野さん、本当だ。であとは新井貴弘、駒澤ね、はい、村田俊、日大、うん、で青木、稲葉さん、ジージーさと、うん、で外野なんて森野以外大卒だからね。へー、だから大卒がいきなり増えてきた。そうですね、当てに少なかったのに、はい、社会人がもう本当になくなった。本当になくなって、うん、でここで次、じゃ東京オリンピック見てよ、はい、東京オリンピック社会人2人。本当だ。あれ最近あれなのかな、球界全体で社会人出身の活躍する人が少ないのかな、はい、っていうことですか。ドラフトとかも少ないんですかね、社会人が。うん、それが取ってるけど、うん、活躍してる人たちが少ないのかな。まあ、トップで活躍しないといけないですからね。そうそう、トップでね、うん、だから俺らの時代で言うと社会人だと松中さんとか、はい、ガッツさん、はい、っていうところが、はい、2004年すごかったですもんね、うんうん、2004年の社会人の人ピッチャーで小林正義で、うん、清水直さんでしょ、東芝から。で安藤、岩瀬さん、うん、でガッツさん、宮本慎也さん、藤本、和田さん、はい、谷さん、福留、あ、うん、やっぱ福留慎也さん、和田さんとかガッツさんが社会人だもんね、はい、そうですね。あ、そりゃ強いよ、はい、で東京を見ると、東京を見ると社会人2人だよ。栗林投手と源田選手じゃないですか、うん、本当の2人ですね。で高卒大卒が11ずつ、ちょっと最近プロ野球界ちょっと社会人卒頑張ってないのかな。え、じゃあちょっと待って、今すぐ分かりやすいんで言うとロッテじゃん、はい、ロッテで社会人で今試合だって、ピッチャーが、うん、石川だと社会人なのね、はい、でも今怪我してるから、う
歩夢投手ですね、うん、では二木とかと高卒でしょ、はい、でキャッチャー田村で高卒でしょ、うん、でファースト外国人でしょ、井上がいたら社会人なんだよね、はい、でセカンドが中村大卒でしょ、うん、でショート藤岡が社会人、うん、でサードが、まあ、外国人で安田がいたら高卒でしょ、うん、で外野が角中が独立リーグ、うん、で荻野が社会人、はい、で藤原高卒、社会人荻野選手そうだね、入ってもよかったけど、はい、で楽天はいる小深田選手、ああ小深田ね、うん、それ以外乗本は乗本大学です、うん、はい、でマー君高卒だしね、はい、岸も大学で和久井高卒だしね、はい、早川投手も大卒、うん、野手も多分で巨人で言ってもみんな菅野大卒、はい、で大城が社会人ですね、でファースト中地とか出てたら高卒でしょ、うん、で吉川を大卒でしょ、うん、で坂本高卒、はい、でサード岡本高卒、うん、で亀井とか大卒でしょ、あ社会人やっぱり阪神社会人いないですか、近本選手、うんうん、大山大卒でしょ、うん、中野社会人じゃないのかな、あそうかもね、はい、で佐藤こう大卒じゃんね、うん、あでも少ないですね、こうちょっと各球団ポンって思いつく人言っても、うん、社会人がだって社会人頑張らないといけないね、はい、球界に今あんまり、うん、そう球界レギュラーとかいるかもわかんないけど、はい、球界を代表するとか、うん、ね、取っていくってなるとリリーフとかには確かに結構多いイメージがあるんですけど ね、だって社会人出身の新人王でも高梨、源田、うん、石川歩夢、牧田、摂津小松だ、うん、で久保康友、三瀬さん、はい、そよぎ、赤星、だからちょっと最近いないもん、源田とかだもんね、うん、入ってるもんね、はい、でホームラン王だって社会人松中さんとガッツさんまで帰らないといないし、はい、野手だとで打点王も小笠原さんと松中さんまで帰らないと社会人いないし、うん、で首位打者もだから宮崎が社会人で長野ね、はい、で松中さん和田さんガッツさんまで帰らないといけないからピッチャーでも、うん、市川歩夢金子でしょ社会人、あと吉見、うん、はい、防御率で西武は小林正秀さんとか、うん、岩瀬さん、はい、で最多勝が吉見でしょ、摂津、うん、金子千尋、うん、だから最近はあんまり最近いないのよ、ですね、その社会人がだから社会人頑張んなきゃいけないね、そうですね、うん、全体的に、うん、本当2004年とこの2021年で全然違うんですね、この差がね、だから最近ちょっと社会人野球も頑張ってっていうね、はい、そうですね、うん、で次が WBC 見ていきましょう、 WBC、はい、WBC が、うん、はい、あ2006年、はい、薮田さん、藤田さん、清水直さん、渡辺俊介、大塚さん、杉内、うん、で和田さん、金城、福留、宮本慎也さん、小笠原さん、松永さん、うん、っていうね、はい、理学に大卒少ないんだよ、俺と新井隆弘、青木、うん、久保田、上原さん、和田、真原って、うん、で高卒12人だから、この時ちょっと大卒少ないんだよ、ね、2006年は社会人が多い、社会人が多いですね、うん、で、はい、2009年、はい、原さんの時は、うん、でその中で社会人選ばれてるのが宇都宮、まあ初だね、はい、で杉内はもともと選ばれてて、うん、でガッツさん、で片岡、はい、で福留だから、うん、まあまあ一緒の人、そうで片岡と宇都宮が出てきたっていうね、はい、ところだけどここ、まあ、少なくなってきて高卒フィーバー来るね、はい、前の年に出た高卒たちがまた出てるっていう感じじゃないですか、あ、もうあるで山口とかが初選出かな、はい、であと涌井が出てくるんだよ、うん、ここらぐらいから、はい、あ2008年のね北京の時もそう、あとダルビッシュ、うん、っていうところが出てきて、で2013年の WBC で、はい、でもここで社会人8年頑張ってるね、え誰が増えました、能見、森福、宇都宮、摂津、本田、本田で長野、うん、で独立リーグで角中、はい、でもまんべんに、あかなりまんべんなんべんになってきたね、じゃあこの時別に社会人じゃ少なって感じもないです ね、で17年になったらちょっと社会人また少なくなって、はい、松井、石川、うん、牧田、で小林誠司、田中康介、でも高卒多いね、はい、秋吉投手、うん、うん、そうですね、で一気に今東京オリンピックで社会人、で社会人がいなくなるっていうね、うん、2人、はい、いや確かにパッと思いつく今活躍してる選手ね、あんまりいなかったですもんね、そうだね、うん、そう考えると、はい、社会人の選手にももっと頑張ってくれて層を上げてほしいよね、うん、はい、今はそうですね、うん、まあ俺もねパナソニックの臨時コーチ行ってるんで俺の責任も重いけどね、はい、そうです、そっから出してくださいよ、そうだね、はい、頑張ってんだけどね、はい、
いやもう代表を見るとそんな言うほど偏りないね。ちょっと東京オリンピックは社会人出身が少ないだけで、はい、その前の2017年の WBC も、うん、まあ、6人選ばれてるんで、はい、あの大卒が9人だからそんな偏りないから、うん、そうですね。まあ比較的日本代表まで行くと、うん、どこ出身でもそんな関係ないね。まあ、あの今の球界で活躍してる人がなるわけですからね、うん、そうだね、はい、だから、まあ、今日の提言で言うと、はい、日の丸つけたかったら別にどっからでもなれますよっていうあの本人の頑張り次第ですっていうそりゃそうですね誰でも頑張ればなれる、なれるなれる、なれる、結果出せばっていう、うん、でもちょっとこのね、東京オリンピックの社会人選手が少ないっていうところはね、はい、まあ、ここからまた頑張ってもらいたいなっていうところ、はい、あと代表は佐藤さんいつも言ってるじゃないですか、監督の好みですよ。そうそう、好みだからね、うん、結局選ばれるかどうかはね、はい、出身はそんな関係ないと思う、うん、私もそう思います、うん、だからね、うん、皆さん日の丸つけるためには、はい、どこ出身でもなれます。はい。